第3位は、卵白。しかもパウダー OK というやつです。これどういうことかっていうと、卵白って、卵の白身の部分ですよ。あれ実はものすごく優秀な食材で、1個あたり17キロカロリーしかなくて卵白だけだったら卵1個あたり。で、タンパク質が 3.8 グラムも入ってるんですよ。なんかそういう意味で言うと、普通に100キロカロリー分、例えば卵白を取るということであると、だいたい卵白5、6個ぐらい取れるわけなんですよ。卵白5、6個使った白いオムレツとか作ると、どうなるかというと、かなり満足度が高いんですよ。で、出汁の香りとか、顎出汁とか入れてつけてあげれば、白い出汁巻き卵のところも作れるんで結構おすすめです。はい。で僕も馬肉以外だとこの卵白を結構よく使ってますね。